はい、どうも、アイチです。9月になりまして、今月はですね、8月の最終週あたりから、まあ、相談メールがいつもの2倍、3倍今いただいてるんですけど、9月は毎年、その相談とか質問メールが多いんですね、結構月間的に。なので、9月はできる限り相談メールに答えていこう月間ということで、まあ、動画の、ね、形になりますけど、っていう感じで撮っていこうと思います。で、今回は、まとめノートですね、の勉強法についてっていうことで、まとめノート作ってる方と作ってない方いらっしゃると思うんですよ。勉強したこと、例えば社会の歴史とかもそうですけど、一個のページに綺麗にまとめていこうっていう方、特に女の子にね、割と多い勉強法なんですが、まあ、それがいいのか悪いのかっていう、これ結構議論になるところなんですけど、で、どっちがいいですかねとか、どうしたらいいですか、改善点ありますかとかいろいろ来てたんですけど、まず自分から言うとですね、あ、どっちでもいいよっていうのがま、答えです。はい、ずるいっていうね、感じはしますけど、自分がやってる勉強法があるじゃないですか。それが、まとめノートを作る、作らないっていう、まあ、選択肢があったと。他の勉強もそうですよね。こういう勉強法。例えばじゃあ、問題をどんどん、もう、一気に、すごい、なんか、何問、何十問一気にやっちゃう勉強法と、それをやってない人っていう、まあ、あるわけですけど、どっちが正しいとかって別にどうでもいいんですよ。どうでもよくって。で、何が大事かっていうと、みんなが今選んだ勉強法、まとめノートを作るっていう、その選んだね、勉強法選んでるじゃないですか。その、やってる勉強法を自分が今それでいいんだって思えてるかどうかのが何倍も大事なわけ。何が言いたいかっていうと、例えばまとめノートを作ってますと。作ってる時に、まあね、こう、教科書とかまあわかんないけど、何か見ながらまとめノート作るじゃないですか。作りながら、でもこれって時間の無駄なのかなとかさ、考えながら、今自分がやってることが違うんじゃないかなって思いながら勉強するのって、当然効率が下がります。だって疑ってるんだもん、自分がやってることを。もちろん、勉強法って答えがないし、いろんな知識、いろんな勉強法がね、みんなの中にも入ってくるから、あっちの方がいいんじゃないかな、こっちの方がいいんじゃないかなって思うのは当然だと思うんですけど、でも、今自分が選んだんだったら、これでいいよ、自分が選んだんだからって思って切り替えてやんなきゃ。それが大事だと思う。で、まあ、それで、まあ、まとめノートに関して今回質問が来てるので、じゃあ、まとめノートをする上で大事だなと自分が思うことは、時間をかけすぎない。別にまとめノートが悪いとは思わないです。効率が悪いと別に思ってないけど、結果的には、そのまとめノートを作って、作った内容が頭に入ってれば OK なわけよ。その問題をね、ガンガンやっていく、その復習をね、後でまとめてやるからどんどん行っちゃおうぜタイプの人もいるかもしれない。それが悪いとも思わない。自分は多分合わないと思うけど、それがね。でも、それでやって、そのなんか何日間か経った時に、やった内容ががっつりちゃんと頭の中に入ってるんだったら OK なわけよ。結局は頭に残ってるかどうかの、そこが判断基準なので。だから、そのまとめノートをやりましたと。で、頭にちゃんと入ってますと。合ってるんだよね。勉強法としては正しいと思う。その子にとっては。けど、じゃあ、改善点があるんじゃないかなってところはやっぱり思わなきゃいけないじゃん。自分がやった中で、この1枚のノートを作るために、じゃあ1時間かかりましたと。それが1時間半が1時間に減らすことができれば30分浮くわけだよね。それができないかなとか。これちょっと色使いすぎたけど、もうちょっとこうなんだ、気軽にというか、丁寧さを書いてもいいんじゃないかなとか。でも丁寧さを書きすぎるとね、なさすぎると自分にとってはなんか納得いかないというか、しっくり来なくて逆に疑っちゃって頭に入らないとか、それはバランスがあると思うんだけど、一番はちゃんと自分の頭に残ってるか、つまり自分のレベルアップのために合ってる勉強法なのかとか一番だし、やってる時にこれでいいんだって、今はこれやろうぜって思えてることが大事。この二つがね。で、もし、やってる時に、あっちの方がいいんじゃないかな、どうなんだろうって思うんだったら、あっちがいいんじゃないかなって思う勉強法やったらいいんだって、一回。一回やってみて、感じて、その時比べればいいじゃん。どっちがいいのかなって、自分に合ってるかなって。やってみてか分かんないんだから。そう。時間は確かにね、どんどん受験が近づいてなくなっていくけど、その、試す時間はあるじゃん。だって、試して、それで気分がスッキリして、やっぱこっちの方が私に合ってるって勉強した方が効率は良くなる。でしょ？あっちの方がいいかな、どうなんだろうって思いながら勉強するが効率は悪くなっていくので、まあ、そんな感じでやってもらえたらと思います。